うおー、花見すごい。うまっ。うまい。バリバリサンドみたいな服着てるね。確かに。逃走中見てないの？チャンネル権奪われました途中まで見てたの。私は18時ぐらいまで見てたんですけど、チャンネル権奪われましたえー、私逃走中好きなのに、ね、って言ったら録画してやろうかって言われたそう、うまっ。あ、なんかコインつけてた美味しい。ちょっとさ、低いな。なんかいいところに箱があるじゃん、コロンビアの。あざとい。本当か本当か。よし、お、いい感じやん。なんかさ、今日マジで今日本当に眠くってダメだった。お姉ちゃん今日いません。おいしい。まあ、TVer で見る、知ってる。だから見てない。今日そば食べました。今日はお寿司食べました。今日柵で降りてそのままイオン行ったんですよ。私がお寿司食べたいって言ったらイオンのところで売ってるお寿司が美味しくって食べました。運転始めたら始まった。あ、ごめん、気をつけて帰って。ん？これから飲みに行くの？どっち？美味しい。飲みに行くのに運転して、あ、そっかそっか、確かに一期生の卒業生と写真撮ったの撮れなくて、私最終で帰らなくちゃいけなくて。そうだから本当終わってすぐ帰っちゃったんですよね。そう、うん、マジで会いたかった。ほんとに。寒い。そう、めっちゃ会いたかった。ゆかさんとかさ、あやかにさんとかにさ、めっちゃ会いたかった。でも、ゆめがさ、ツイッターで上げてたじゃん、あやかにさん動画。絶対私の私だよ、あやかにさん押してるの。どういうことあやかにさんが押してくださってるのは私だと思うジガジさん、
なんでよ。だってさ、 LINE も来たしさ、謎の自信うん、絶対私です。舞台も見に来てくださったみたいなんで、マジ会いたかった。マジで寒いアイス食べて寒いわ。あれですね、寒いよ寒いよ。ファン引いた、ほんとファン引いた。頑張って、今部屋の温度11度しかない寒い、マジ寒い。寒すぎる。そんな寒い中アイス食べたバカはこちらです本当ファンヒーさんの機会変えるわ。これでどうだ。あれれ、あーやばいやばい、写し、よいしょ。寒い。配信前10分前につけたんだよ。10分前につけて11度だからね。みんな身をたを舐めるんじゃないでもシー君とレイちゃんに会えました。焚き火が来た、ありがとう。年越しで仕事、風邪ひかないでよ、だって大丈夫。上着なんつうものはありません。あ、なんかすごいヒーター来ちゃった、やばい寒いって言ったから。雪は積もってないです。エマ探しに行かなくていいんだ。そうですよそうですよ、エマ探しに行かなくて大丈夫ですなんかなんだっけな、なんか言おうと思ったの忘れちゃった。あ、皆さん大事な宝くじのお話です。皆さん、今年初めて自分で宝くじを買いまして、はいはい、お父さんと一緒に買ったんですね。なんと私900円の女でございましたまあそう簡単には当たりませんね。900円の女です、すいませんはい、30枚買ってみました。900円の女でした悲しいはい、切ねえ、ほんと切ねえほんと切ねえ。そうそうね、私お父さんっていう順番で買ったの。お父さんそしたらさ、また3000円当たったんだよ。どういうこと。私が一個こうお父さんより後ろに行ってれば私が3000円当たってましたそう、お父さん今年も3000円当たってた、すごい父ちゃん。全部ジャンボ本当に嬉しい。ということでね、900円の女でした
三千なそでも赤字なのです。まあね。でもまあまあなんか面白かったからいいよ。楽しかった。初めてね、初めて買ってみたから。お父さんと二人でさ、こうやってさ、こうやって探しながらこうやってやって言ってました。マック買える分だね。そうね、マック買えます。でもさ、どっかのさ、誰かにはさ、当たってるってことでしょう。すごいよね。どっかの誰かに当たってるってさ、考えると本当夢あるよね。いやー、なんか寝たから残してあるやつ食べれそう。残してあるやつ食べれそうです。今日はお寿司と唐揚げとキムチとトマトとなんだっけ。忘れちゃった。まあそれぐらいか、それぐらいかでした。夕飯、お母さんの手作りキムチが美味しい。そばは食べてない、そば食べてないです。だいたい多分11時半とかその辺食べるんじゃない。誰でもいいから10億当たった時のリアクション見てみたい。わかる。わかる。キムチ作れる。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいんですよね。バクバク食べちゃう。12月のプロデュース生写真注文完了したよって、ありがとうございます。絶望ブロックの、衣装です。絶望じゃなくて、死のブロックの衣装ですね。なので来月っていうの、に出る分がラストですね。ソロ公演の衣装は、ぜひ皆さんコンプリートしてください。もう二度と手に入りませんから。こんばんは。そのために全然上げてなかったの、ツイッターとかインスタとかに。こんばんは。いやー、でも帰ってこれてよかったです。でもさ、帰ってきてさ、何するんだって話じゃないですか。地元の友達に会うわけでもないしさ、本当にさ、本当に家族と過ごすっていう感じです。大晦日に出るとは思いませんでしたね。連絡取ってないんですよ。なんかさ、クラス会とかあったらいいのになーなんて思ったりしたんだけど、私がそんな長いにできないからさ。そうなんです。クラス会とかあったらいいのにな。去年あったんですよ。去年というか今年か、今年やったんですけど行けなくて。
自動で出てくる飯最高やないですか。そうそうなんですよ。何もしなくてもねご飯出てくるっていう実家ね、ありがたいですよね。こんばんは。友達のお宅訪問しようしないしないしないですよしないですよ。でもさ、私さ年越しそば食べたいと思ってたんだけど、ずっとね私赤いきつねを食べたくて、ずっと赤いきつね食べたかったの。もしかしたら赤いきつね食べるかもしれないずっとねずっと赤いきつね、もうほんとここ3日間ぐらい食べたかったんですよ。でも赤いきつねがどこも売ってなくて、コンビニでホテルの時ね。だからもうずっとねずっと我慢してたんですよ。もう赤いきつねが食べたくてそう、そば部ですだから赤いきつね食べながらお父さんとかお母さんたちに一口二口ぐらいそばもらおうかなって思ってるぐらい本当に赤いきつねが食べたいんですよ今絶対このお正月で太る気がする、やばい。本当にずっと食べたいんですよ、食べたいんですよ、本当に食べたいんですよ赤いきつねをお母さんが持ってきてくれた赤いきつね、お母さんが持ってきてくれた赤いきつね、ずっとこいつを食べたかったマジで口がこの味だったのにコンビニに売ってない時のこの絶望感、わかります、わかります、皆さん。どうしても食べたくて、えないんだけどコンビニでって、えいつも売ってるはずなのに、えないのみたいな食べちゃダメですか。どん兵衛でもいいですよ、どん兵衛でもいいけど口は赤いキツネなんですよ、わかる赤いキツネだったんですよ。赤いキツネと緑のタヌキ、違うの。昨日さ帰ってきてさ、昨日お家帰ってそっからこう洗濯を2回回したんですよ。でお風呂入ってってなったらさ、もう2時半過ぎてたの。やばいやばいってなるじゃん。でもさお腹すくじゃんお腹すくじゃん、本当にお腹空いてて、でさまあね、引っ越ししたてだからなんかこういうカップ麺とかもないんですよ、買ってなくて、引っ越してちゃんと家にいることがなくて、引っ越してからずっとこのほんと毎日、引っ越してから引っ越ししたての日の時以降もう本当に緑のたぬきまで持ってきたんだけど赤いキツネと緑のたぬき私緑のたぬきじゃなくて赤いキツネなの違うの。だから引っ越しした日はなんか二ほどきとかちゃんとできたんだけど、もうそれ以降はずっと家にいることがなくて、何かしらお仕事だったりとかあって、そうそう、それで本当にね
全然買う時間もないしっていう感じだったんですよ。そう、でもう本当にお腹空いてて、で今日なんで私がお寿司を食べたかったというと、あの気まぐれクックさんの動画をお風呂の中で見てたんですよ。キングサーモンをさばくやつでお寿司にしてたんですよ。もう食べたいってなるじゃん、お腹空いてるから寿司食べたいってなって、今日お父さんから LINE で何食べたいって聞かれて寿司って速攻答えた本当に食べたかったんだよね、本当に食べたくて、うわーって、お腹空いたって思って、でもお腹空いても寝れないから、あのゆで卵、1月1日までだったの、卵がね賞味期限3つ残ってて、あじゃあこれをゆでようと思ってゆで卵3つ食べましたそれで寝ました。もうなんか本当に気絶するように寝ました寝たのだから3時半過ぎ、3時40分とかそのぐらい寝て、で今日は7時20分ぐらいに起きて、7時からずっとアラーム鳴らしてさ、7時20分に起きて、でメイク軽くして帰る前にちょっと出かけるところあったんで出かけてって感じでした。20分ずっとアラーム鳴らして、そうでもなんかずっと鳴ってんの嫌だからところどころ止めて寝てみたいな意味わかんないことしてた。あと5分って思いながら、そんなわけでずーっと赤いきつねを食べたかったんですよ。ずっと赤いきつね食べたくて、だから今日はそばも食べます。そばも一口二口もらって食べるけど、年越しは赤いきつねにさせてください。本当に赤いきつねが食べたかったの私、もう本当に食べたくて、ずっと食べたくて、ずっと食べたかったの本当に。でさ、ドンキに行った時にさ、赤いきつねが売ってたの、まあ、買えばいいじゃんって思うじゃん。でも私ホテルでポットでこうお湯沸かすことがあんまり好きじゃなくて、だからだいたいコンビニでお湯を入れてそっと持って帰ってっていうことをしてたんですよ。でもその近くのコンビニに赤いキツネが売ってないってなって、もう本当に本当に悲しかった。私の赤いキツネ、でもさ、赤いキツネをさ鍋でさ作る方法知ってる？あれが美味しいんですよ。それやりたいって思ってて、普通のでも食べたいんですけど、赤いキツネが食べたかったっていうお話でした。すいません、取り乱しましたそう、では、ちょっと皆さん話を切り替えましょう。今年最後の配信なのでね、皆さんどうでしたか、今年1年の一番印象深い出来事、私のね印象深かった出来事って何ですかね。ツイッターでもまた改めて聞こうかな、どうしようかなって思ってるけど、印象深いのは事務所移籍、ソロ公演、まとめしてたけどめっちゃ濃よかった。確かにね、コロナになったこと、それな事務所
シカナさん目覚めた年でした。ボムボムさんね、またやりたいですね。事務所が多いですね。ショールームで怒られたこと、私そんな怒ったっけ覚えてない覚えてないや。そういう声めっちゃ楽しかった。だって嬉しい、ありがとう。そうね、移籍と引っ越し、近さの良さに気づいたこと、おいいことだ。私の良さ、そうね、事務所の引っ越しなの事務所の引っ越しなの。事務所でもない、事務所の遺跡でもないし、引っ越しでもないし、事務所の遺跡なんだね印象深かったのそうね、一つに決められないぐらいでしたね、本当に。謎メールも今年から、確かに本当にそうだね。なんか明るいと思ったらそうね、謎活充実でも来年も充実させます、本当に来年も充実させます、させれるように頑張る。それは前にその MV 解禁された時に話したこととほぼ一緒なんですけどね。うん、そうね、いじられるようになったこと、いじられたかったのいじられたかったんだね。そうね、アドさん忙しいからなあ、忙しいからかな、あ、それそう、そう、今2つ舞台ありますけど、まだまだお知らせすることはありますね。はい、ワクワクそう、福袋にちかなちゃんの写真なかった。あー、福袋、私の事務所のマネージャーさんも買ってまして、福袋いくらだとは言わないんですけど、なんとですね、私の生写真がなかったと。入ってたのは日向さんと姫とみゆみゆだったかな、が入ってたって言ってて、いや、それめっちゃ引き強いですよって力が入ってなかったって言われたいや、それめっちゃ引き強いですからねって言っといたそう、そうなんですよ、よさ見してる場合ではないですね。そうですよ、よさ見してる場合ではないですよ。あなたが一番よく分かってますね。ああ、それはよかったファイトが来てる、ありがとうございます。強すぎ、わかる本当マネージャーさんすごいよね、運が強い。そうだから、チカナソがいないからチカナに全部あげるって言われました。マジし、私もらってもどうすることもできないんですけど劇場に置いとく、ご自由にどうぞってそう、私がツイッターで代わりにさ、あのトレードのやつさあのやればいいかな。あ、すごい花火、ありがとうございますね。ね、譲りずら求む安藤そう
そう。そう、私の生写真が欲しかったんだって。自引きした姫と日向さんは旅立っていきました。まあすごいですよね。誰だったっけな。でも3期生も入ってると思うよ。それだけじゃない。あ、生写真が姫、カイリ、ミュウミュウ、日向さん。多分ネキドラで分かる人は多分これだったんじゃない。でも名前書いてあるか。あとは3期生だったってことなんですかね。そうがいましたって。チカナソが、チカナがいないのよって。でも皆さん、誰か私のマネージャーさんとトレードしてあげてください。私のマネージャーさんと私の書いとこうかなテロップに。ゆずり誰誰もとぶ安藤。そう、こっちも近なそうな写真だけがないのがびっくりなんだが、よそ見してるからだよ。ブーメラン。こっちも欲しい側ですよね。そうですよね、力のそう推ししかいないからね。ここで求められたもって感じですよね。すいません、引き出き出ませんでした。あら、このルームで譲り&力はおらんやろ。確かにみんな欲しいよね。みんなさ、みんな譲り&力ですもんね。いや、わかんない、誰かがテロップ見て来てくれるかもしれない。持ってますって。いついつトレード希望ですって。3日の会場いますかって。劇場にいますかって。あ、いますいますみたいな。じゃあその時によろしくお願いしますってなるかもしれないじゃん。すごいね、私そのやり取りまで見ちゃってる。いたら逆に怒られる。怒る怒る。なんで私の生写真手放すのって。やめてやめてって。マネージャーさん新春公演当選したりしない？いや、してましたよ。してて、当選メール来てて辞退したんですよ。そう、2枚被ってるのがあるのですが、だって無限回収はしてないって感じですか。そうそうなんですよ。でも辞退したから多分誰かが当選してますね。テレビでチカナさん見ました？テレビ出ましたっけ私。テレビ出ましたっけ、出ちゃった。あ、空席なの？あ、そうなの？誰かが当選すると思ってた。あら、ないんだ。繰り上げ当選すればいいのに。アイドルってなんだろう、総集編。あ、やってたんだ。へえ。している夜中に大道具さん、どういうこと？大道具さん、大道具さん、私なんかしたっけ、どういうこと？ねじ回し？ねじ回ししましたよ。
せっせかせっせか初のアイナー出演がねじ回しですから任せてください。これは誇れます、はい、裏方できますよ私。どうしよう ネジ埋め込まれたい、どういうことどういうことどういうこと、やめてみんな、なんか違うよ話を戻そうよ。私の話をどんどんずれてっちゃう、もうこんなんなっちゃった今年1年の話をしたかったんですよ私は。今年はそうだな、でも私本当に今年の自分には100点つけたいって思ってる。それぐらいいい年だったなって思ってて、まあそうね、本当に今年の頭1月2月はすごく皆さんに迷惑かけちゃったと思うし、心配もかけちゃったと思うし、それは家族もそう、家族とファンの皆さんに心配とご迷惑をおかけしたんですけど、でもなんかあれは悩んでよかったんだなって今はそう思う、今はすごいそう思います。悩んでもう病んで本当に本当にこの世から消える選択を探してしまうほど悩んだんですよ本当にね。これは真面目な話でもでもそれでも自分が思った道を信じて歩いて頑張ったからこそ今の自分がいるし、そんな今の自分を応援してくださるファンの方がいるし、それを自分の頑張りを評価してくださった方もいたんですよ。その振付師さんとかね、その渡り鳥の振付師さんが言ってくださった言葉が本当に嬉しくて、私の大好きな振付師さんだったから、本当に大好きな人たちだったから言われたことはすごい嬉しかったんだと思うし、今こうやってミッドマネージメントっていう素敵な事務所にも、素敵な事務所の方々にも出会えたし、そうだから本当に自分が選択してきた道は合ってたんだなって思った一年だった。本当に今年の初めはどうなるんだろうって思うぐらい、本当にそれぐらい辛かったけど、でも間違ってなかったで今ならそう思う、今年の終わりの日にそう思える、本当に。そして自分で考えてちゃんと行動して結果を残せたことが私にとってはすごい大きなことだったかな。ナソメールもそうだし、
ソロ公演も、まあ、ソロ公演なかなかねできなかったとこともあったけど実現できたし、そう自分でそう目標を立てた行動ってことをちゃんとできた年だった。本当に一番やっぱり嬉しいのってこう自分のファンの方からもそうなんですけど、そうじゃない方々第三者っていうんですかねからこう褒めてもらったり評価してもらったり、その振付師さんもそうですけど評価してもらえることが本当に嬉しくて、もちろん自分のファンの方を喜ばせようと頑張ることもあるし、自分のファンの方から良かったよって言ってもらえることも本当に嬉しい。そうだからちゃんと評価してもらえて嬉しいなって思った振付師さんに本当にっていう1年でした。本当にそれぐらい濃かったね。来年だからこそ来年はもっと自分が頑張らないといけないし、こんな私でも受け入れてくださった事務所があるからちゃんと恩返しできるような人になりたいって思ってますそうでも私一人じゃ何もできないんですよね。本当に応援してくださる皆さんがいるから頑張ろうって思えるし、みんなに喜んでもらえるようにもっともっと一生懸命頑張って頑張ろうみたいな気持ちになれるから、頑張らなきゃ頑張ろうって思えるから、だからみんなには本当にずっと一緒にいてほしいってすごい思ってる。そんな感じですそうちゃんについていきましたって、嬉しい、ありがとう。そうね、ついていきたいって思ってもらえるようにもっともっと頑張るしはい、話どんどんそれちゃう私だけど赤いキツネが恋しいなんて言ってるけどはい、うん、そうね、来年もほんと新しい景色を一緒に見ていきたいし、またね私が病んじゃうかもしれない、わかんない、未来のことはいろいろ病んじゃうかもしれないし、その時はみんなにまた迷惑とか心配とかかけちゃうかもしれないけど、あちかなちゃんまた一皮向こうと頑張ってるんだって思ってください必死にもがいてあがいて頑張ってるんだって思ってください、はい、
まっすぐで素敵。私まっすぐしか生きられないんですよきっと曲がったことができない、曲がれない本当に多分性格も言葉も全部がストレートにしか投げれなくてそう、あなたはカーブを覚えなさいって言われてもカーブ覚えられないんですよ。それが多分本当にまっすぐなんだと思う。本当に曲がれないんですよね。多分皆さん押してくださって、応援してくださって皆さんなら多分一番わかると思う。本当に私はカーブが投げれないんですよ。もう直球勝負。ちょっとね、あ、そう、いや沢村くんは違いますよ。ムービングボールですから。沢村くんはいっぱいこうカーブとかなんかいろいろな曲がり方ができるんで、あ、古谷くんですね、古谷くんですよ。古谷くんみたいにまっすぐもう剛速でしか投げれないっていう感じなんですよね。はい、投げ方としてはね、来年も真っ向勝負でお願いします。そうね、頑張りますよ、真っ向勝負で。体壊しませんように大丈夫です直球のみの人がいろんな役をこなすのを見るのが楽しみでした。って私はそうだね、なんかいつか自分が好きなアニメとかの作品に出れたらいいなってすごい思う。かな。でもさ、あのあれなんだっけ、本当にずっとやりたい、やってみたい役がさ、あの戸賀姫子なんですよね。戸賀ちゃんの役やってみたいんですよね。そう、サイコパスの役やってみたい。あ、やばい、揺らしちゃった、ごめんね。ヒロアカのヴィラン側の敵役の方なんですけど、そう、舞台のチケットゲットしたよ、だって。ありがとうございます。来年も頑張る、本当に。私サイコパスですか？ドガちゃんはでも可愛いんですよ。可愛いの。本当でもサイコパスなんですけどね。みんなが誰かを愛するように私は好きな人の血をすするのって言うんですけど、もう見たことない人からしたらゾッとするセリフかもしれないんですけどね。そうサイコパス。そう、小さい頃ね、小鳥さんをこう、こう死んじゃった小鳥さんを持ってこう言うんですよ。小鳥さんかわいいねってそう、震えるセリフですか。そういう本当でも幅広く やってみたいなって思う。うん、だから来年の1年は本当に経験積みたいなって思う。いや本当にアサルトの稽古が怖くって超ドキドキしてる。食べた言うのかと思ってビビった。違うよ違いますよ。そう、小鳥さんかわいいねって言って、小鳥さんのそのスズメの血をすするんですけど、トガちゃんは
もうね、アサルトの稽古がすごいドキドキしてます。怖いよ、はあ、超緊張してる。シー君かわいいねみたいな、いやもうそんなんじゃない、そんなんじゃないです。どんなセリフだったか忘れちゃったけどね。いやトーンが全然違うから、私「いいかわいいかわいいシー君」ってやるけどそう「シー君かわいいでうー」ってやるけど、私はトガちゃんは違いますから。確かにクレナさんもね違うからね、最後クレナ、シー君の可愛がる時の声はもっと高いです。って言うからどっから声出てるんだろうね私ね、はい、シー君とレイちゃんは下の部屋にいます。その声出す役ないよこの声で舞台はできないですね。二次元の時とも差があるからかな、あるのかな、だってあるのかな来年もあざといくらい可愛くいこう、だってでも私のこと可愛いって言ってくれてる人が いるのであれば本望ですこんなクソガキを可愛いとかさ、でもずっと可愛く綺麗でいたいなって思うよ。こんばんはって思います。28分だ。お母さん見てるかなこの配信。最後にシー君とレイちゃん連れてきて最後にシー君とレイちゃん連れてきて、それで配信終わりにする。僕じゃないですか、どういうことどういうことですか。舞台や声優の他にやってみたいことある？そうだな、それはではまた今度に話すね。はい、 C 君とレイちゃんおさめできるの嬉しすぎる、だって見てるかな、この今ね捕まえてると思う。ええ、シーキーね。あ、来るかな。天気がつきましたよ、皆さん。もうちょっとでシー君とレイちゃんに会えますよ。よし、よし。あ、まずレイちゃんが来ました。レイ、レイ、おいで。レイ、おいで。レイ、おいで。あ、レイちゃん、あ、レイちゃんです。レイちゃんです、皆さん。レイちゃんです。すごい全力で抵抗してるけど。はい、レイちゃんです、みんな。ほら。レイちゃんです。レイちゃん。レイちゃん。レイちゃん、はい。はい、今年1年ありがとうございました。またよろしくね。バイバーイ。バイバーイ。なんでそ、シーくん。ね、ごめんね。シーくん。はい。はい。今年1年、お世話になりました。またシーバください、シーバくださいってチのこと言ってるね。ね、あた買ってあげるね、シーバ好きね、僕ね、シーバ買ってあげるね。ね、シーくん、シーバ買えるように頑張るね、ちーちゃんね。お前にシーバ買ってあげるからな。ね、好きな、シー君行かないで、だってちょっとさ、座り方変えようぜ。はいはいはい、ブサイクブサイクだなあよ、みんな。はい、こっ
今年一年ありがとうございました、ご主人様にシーバ買ってもらいますって、来年もシーバたくさん食べます、太ったとか言わないでくださいって。わーかわいいね、僕僕かわいい。一緒に寝ようね、一緒に寝ようね、仕事休みだって。なんで嫌がってるの僕、嫌じゃないでしょ、父のこと、じいちゃんのこと大好きじゃん。なーしの、じゃあ分かった、最後に挨拶しよう、はいはいはい、よいしょよいしょ、いてててい ていよいしょ、はいはい、映れる、はい、好きなトレイラです、1年間ありがとうございました、また来年もよろしくお願いします、バイバーイ、かわいいね僕たち、かわいいね僕、はい、えいっちゃんもチューする、えいっちゃんもチューするの、えいっちゃんもチューするの、うん。はい、ということで皆さん壇上読みますよ、え、何どうするの、はい、13位イカちゃんさん、12位ハブトゥーセーブさん、11位タッチーさん、10位マイクさん、9位バードの帝王さん、8位カブさん、7位鈴木秀和さん、6位 D 山さん、5位マサさん、4位 P メガネさん、3位リョウさん、2位トムネコさん、1位リナオさん、ありがとうございました、すいません今日は1回でということで、シー君とレイちゃんでした、皆様、ほんと今年1年ありがとうございました、良い私をお迎えください、多分12時過ぎぐらいですかねに、明けましておめでとうをやりたいと思います。皆さん起きてたらぜひ明けおめ配信しましょう、はい、本当にね皆さんたくさん心配やご迷惑をおかけした1年だったかもしれません、でもそれ以上にこう皆さんに、皆さんから愛をこう受け取れた1年でした。はい、配信できると思う、はい、来年も頑張るぞ。ありがとうございました、また会いましょう、ルーム皆さん良いお年を、ありがとう、またねー、バイバーイ。